あと144日、10月14日に開業する長崎スタジアムシティに長崎初出店の飲食店3店舗の入居が決まりました開業まで150日を切った長崎スタジアムシティ9割近い工事が終わり、完成が近づいています バスケットボール B1、長崎ベルカの新たな本拠地となるハピネスアリーナの屋上部分にはフットサルコートがすでに完成。サッカー J2、ビファーレン長崎の新本拠地、ピース・スタジアムの座席の設置も進みサポーターを出迎える文字もくっきり分かるようになりました。6月ににはいよいよよピッチに芝生を植えるる作業が始まる予定です そんなスタジアムに隣接するホテル島内のフードホールに入る飲食店3店舗が今日新たに発表されましたすべて長崎初出店です韓国料理スンドゥブの専門店東京スンドゥブは毎朝お店で丁寧に蒸した豆腐を使った豊富なメニューが魅力です辛さは6段階からお好みで選べますオープン記念で 長崎限定スンドゥブも販売されますアジア料理店オリエンタルキッチンアスデバ、トムヤムクンヌードル、ガパオなどアジア各国の定番メニューが揃いちょっとした旅行気分を味わいます長崎主化ジゲモントンは東京吉祥寺で長崎の食を堪能できる人気店で 名物は南島原産の極上豚肉を使った溶岩焼きアジのお作りのほか旬の食材を使った店舗限定の天ぷらも提供される予定ですスタジアムシティに入る飲食店などおよそ5割のテナントは発表済みで残りについても今後順次明かされる予定です